原宿。原宿は東京都渋谷区の一地区。現在広く原宿として認識される地域のうち、明治通りや旧渋谷川、穏や方川。現在はキャットストリートと呼ばれることもある遊歩道。旧渋谷川遊歩道路となっているに近い定置部編は、かつて温殿と呼ばれており、1965年、昭和40年以前の町名で原宿に相当していたのは、 表参道の北側、現在の神宮前2丁目の町域の内青山寄りの第一部分、神宮前3丁目の多くの部分、神宮前1丁目の内東郷神社からその裏手に続く第一部分などのみであった。一方、原宿駅から竹下通り周辺は竹下城と呼ばれていた。1965年、昭和40年以降には、この一帯の町名はすべて、 神宮前で統一され、原宿の町名は廃止された。江戸時代以前は、鎌倉街道の宿場町があった。5三年の役の際には、源義家がこの辺りで軍勢を揃えたとも言われ、この坂は、勢揃い坂、現在の神宮前二丁目と呼ばれている。五百八十二年の本能寺の変の際に、徳川家康を境から三河まで、無事に帰国させた、伊賀越の交渉として、 1590年に伊賀社に穏やか田村と共に原宿村が与えられたという記述もある。江戸時代に入ると、甲州街道の南にある原宿には、江戸の防衛のために伊賀州の組屋敷が置かれた。また、秋半藩市浅野家の江戸屋敷、現在の神宮前4.5丁目の他に、数多くの爆心の屋敷もあった。農民の暮らしはというと、 渋谷川などでの水車による、精米、製粉が中心であった。しかし、痩せた土地であったために生産は上がらず、生活は苦しかった。そのために、農民は甘いをよく言っていたという。丹沢の大山アフリ神社や、春名山に日帰りでもう出た、という話も残されている。江戸時代末期に表された、地事、新編武蔵風土機構は、原宿について、次のように記載している。 原宿長。当初は古ニへ、相模国鎌倉より、欧州筋の王冠がかりて宿液を消しところゆえこの、なありと、また、村内流願寺のつてに、王関源、吉家欧州下校の時、渋谷城に大いた飯当初にて、軍勢着当せ市ゆえ、今に、門前の坂を勢ぞろい坂ととなうと、うん、当時街道なりしこと少数へし、村の東青山五十人町の通り守るは、 今も相模国柳沢に達する王冠なり。江戸時代が終焉を迎えた1868年、慶応4年の時点では、原宿村は幕府領となっていた。同年6月、原宿村を含む現在の渋谷区の区域にあった町村は、同年に任命された武蔵地検事、松村町ための管轄とされたが、原宿村は同年、明治元年11月、 東京府の管轄に再編された。1879年、明治11年、軍区町村編成法が施行され、原宿村が旧来から含まれていた旧武蔵国豊島郡の地域には、南豊島郡と北豊島郡が新設され、原宿村は南豊島郡に属することとなった。百八十九年、明治十二年、町村制が施行され、 原宿村は、小田屋片村、仙田ヶ谷村と合併、南都島群仙田ヶ谷村の一部となった。七年後の八百九十六年、明治二十九年、南都島郡は、東多摩郡と合併して、豊多摩群となったことから、原宿の所属も豊多摩千仙田ヶ谷村に変わった。1九百六年、明治三十九年の山手線延伸により、原宿駅が、開業。 1919年、大正8年には、明治神宮総研に合わせて、表参道が整備された。太平洋戦争、大東亜戦争末期の1945年、昭和20年、アメリカ軍による東京大空襲により一帯は、焦土と化した。終戦後は接収された、代々木連兵場跡地に、米空軍の兵舎、ワシントンハイツが建され、 表参道沿いには、キディランド、オリエンタルバザー、フジトリーといった、米軍商兵とその家族向けの店が営業を始めるようになった。1960年代には住居表示の実施によって、それまで、原宿駅周辺から青山通りにかけての住所であった渋谷区、竹下町、温田市から三丁目、原宿市から三丁目は、すべて渋谷区、 神宮前に変わった。1964年、昭和39年には、近隣の代々木体育館などを会場として、東京オリンピックが開催されている。1966年、昭和41年から翌年にかけては、明治通りと表参道の神宮前交差点付近に開店した、ドライブインルート後に、夜な夜な車で乗り付けつどう裕福な家庭の子女らが、 見られるようになった。これらの若者は原宿族と呼ばれたが表参道を失踪する自動車の騒音をはじめ風紀を乱すとして地元住民と間では問題となった。また、1962年昭和37年のマンション法施行に伴う第一次マンションブームによって高級マンションが相次いで建築されたのもこの頃である。郊外では 住宅都市整備公団、当時による団地型集合住宅が大量供給された一方、都心部ではデベロッパーによる全く新しい住み方の提案としての高級マンションが建築され、それら黎明期の高級マンションの建築が最も集中していたのが原宿、渋谷地区であった。原宿に作られたマンションで最も初期のものの一つは1958年。 昭和33年に第一生命住宅、現在の総合住宅が原宿駅前に建築したデラックス賃貸アパートメント原宿アパートメンツで、あ、1960年昭和35年には原宿セントラルアパートも竣工した。また、1965年昭和40年完成のコープオリンピアは第一次マンションブームにおける高級マンションの代表例とされる。 さらに同年、富士アパート分譲によるグリーンファンタジア、そしてパークハイツ、翌1966年、昭和41年には、コープオリンピアアネックスと表参道沿いには当時、ホテのような設備と快適さを大文句としていた、全館集中冷暖房のデラックスマンションがのを連ね、この頃より、これら豪華なマンション群を背景とした雑誌の撮影なども行われるようになった。 ファッション関連では1959年、昭和34年、原宿地区発のモデルクラブである、エディアラブモデルプロダクション、現 E プロモーションが発足、1966年、昭和41年には、原宿地区発の本格的ブティックである、マドモアゼルノンロンが開店している。こうして、翌1967年に入ると、現在の神宮前交差点から、 北側の明治通り沿いには、従来の飲店に加え、シャルタ、喫茶店やアクセサリー店なども開店するようになり、同じ頃ニット製品の義務や靴下で知られるモンドも現在は、裏原宿と呼ばれる地域で産声を上げている。1970年代に入ると、ファッションを中心とする若者文化は、従来の新宿より次第に、原宿から渋谷方面へと推移していった。 1970年、昭和45年に創刊された、あんあんと翌年創刊の同じく、女性家ファッション雑誌である、ノンノは上がって、原宿をオシャレな街として取り上げ、やがて、それらの雑誌を片手に、原宿をかっぽする若い女性たちのことをアンノン族と呼ぶようになった。1971年、昭和46年、東郷神社が運営し、 ヨーロッパのファッション衣装やアクセサリー、家具などを販売する複合ビル、パレ・フランスが、竹下通り出口付近の明治通り沿いに竣工した。翌年には、英団地下鉄、当時の千代田線が全面開通し、明治神宮前駅が設置された。1976年、昭和51年頃からは、表通りを離れた竹下通りまでをもファッションの波が押し寄せ始めることとなった。 1978年、昭和53年、ファッションビル、ラフォーレ原宿が開業。この頃になると原宿は、ファッションアパレルの中心として、広く知られるようになっていた。マンションには、デザイン事務所などがこぞって入居。その中でも、原宿セントラルアパートは、デザイナーやカメラマンなどのクリエイターたちが事務所を構え文化を、牽引した。当アパート1階にあった、 キッサレオンは、浅井新平、タモリ、厚み清伊丹十三、繰上和美カ芸能人や表現者、あるいは裕福な人々が集う場所として70年代には注目を集めた。また、大川瞳は1970年、昭和45年、原宿セントラルアパート内の小さなショップから、ロリータファッションの源流、ミルクをスタートさせた。 1980年代に入ると、女性アイドル歌手が芸能誌などで着用する、衣装としても需要が高まる。そして文化や雑貨が回転した時は、評判となる。1982年から1984年、日本初のライブバー、ピテカントロプスエレクトスが、クワハラモイチにより営まれ、スネークマンショーなどのヒット作が生まれた。1980年代になると、 竹の子族の影響により、竹下通りが発展。八十年代後半は、タレントショップが増える。1977年、昭和五十二年から始まった歩行者天国、歩行店には、たくさんの若者が集まり、ロックンローラー族や歩行店バンドブームが、お沖西世紀には日に十万人が集まった。しかし、百九十八年、平成十年八月十一日をもって、 原宿の歩行者天国は廃止された。1990年代は表参道に海外有名ファッションブランドの旗艦店が続々とオープンした。その傍ら、神宮前3丁目、神宮前4丁目の住宅地には新たなファッショントレンドの店が並び、裏原宿、裏原と呼ばれる一角が形成された。2006年、平成18年には、 表参道ヒルズがオープン。2008年、平成20年には、東京メトロ副都心線が開業し、これからも発展が予測される。また2010年以降では、ファッションだけでなく、ポップコーン、パンケーキといった海外からの食品ブームの国内の主要発信地としての役割も増してきている。1995年に、マスダ・セバスチャンによる表現の場として、 センセーショナルかわいいというコンセプトによる6%ドキドキという店がオープンした。このコンセプトは若者を中心に大いに受け入れられ、シノラーやそれに続く青文字系を生み出した。2000年代に入り、遊びシステム社長の中川祐介により、原宿におけるその他の流行も含めて、原宿の得意な文化が原宿かわいい文化と総称された。 同社による原宿可愛い,い文化の世界的売り出し戦略の実行もあり、原宿の文化は国内のみならず世界的にも注目を集めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。